じゃあ、速稼塾の久保です。今ね、回覧板が来て、とんでもないことが起きてることが指摘されております。それはね、ズバリ、過疎地の危機です。私が毎月出ている資源回収なんですけども、当然2019年も出てるんですよ。で、2019年の段ボールとか空き缶の回収はむちゃくちゃあったんですよね。それこそもう本当に膨大な量あったんです。ですんで、収入金額がこちらのように、14万1700、じゃあ141万7000、え、何？141万7126円と。140万もゴミで集まってたんですよ。金になってたんですよ。それが5年経つとね、昨年なんて72万1000なんですよ。もう半減しちゃったわけですよね。これがどういうことかっていうと、当然、集めるべく捨てられているはずの段ボールが半分になって、空き缶も半分になった。空き缶っていうのはね、ビールとか発泡酒が主なんですよ。で、お酒を飲まなくなってきたって若者の酒離れとかあるじゃないですか。若者じゃないですからね。結構高齢者の方ですよ。結構60代、70代、それ以降の方。この辺りが発泡酒飲んだりとか、ビール飲んだりとかして、そうやってアルミ缶をね、出してくれてたんですけども、これがね、まあ、多少死んで飲まなくなったのもありますけども、まあ、みんな飲まなくなったわけですよ。なんでか、金がないんですよ。段ボールもなんで集まるかっていうと、段ボールで通信販売で買ったりとか、冷蔵庫買ったりとか、家電製品買うと段ボールが出るじゃないですか。これが、この5年で圧倒的にね、町内の人買わなくなったんですよ。だから段ボールも当然出ないでしょ。で、ジュースとか、他なんかね、食品とかは段ボール買いってのもありましたけど、それもだいぶ減ったんですよ。だからね、もうついにね、ゴミでも、こう、お金が作れなくなってきたんですよ。で、段ボールとか空き缶っていうのは、廃品回収業者に出すとお金になったんですけども、もうすでにね、回収コスト、ガソリン代も値上がりしちゃって、回収コストも高いんですよ。だから今までは段ボールとか空き缶を持って行ってもらったら、その見返りにお金をもらってたんですけども、そのお金がほとんど出なくなっちゃったんですよね。そういうのもあって、もうどん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 こうね、廃品回収、資源回収ではお金が稼げなくなってきたっていうのが過疎地の現状ですよ。まあ、うちが過疎地っていうのはね、ちょっと言い過ぎかもしれませんけども、まあ、いずれ過疎地っていうところですかね。まあ、少なくともここ10年で、日本の地方自治体、1400ある地方自治体のうち、40%以上、700ぐらいが消えると言われてるわけですよ。恐ろしくないですか？人口2万人、3万人の都市っていうのは、10年後になくなってるわけですよ。まあ、なくなりますわね。だって、高齢者世帯しかなくって、若い人が入ってこないってことは、そのまま10年経ったら、高齢者の方がね、あらかた片付いて、じゃあ、生まれたばかりの人が10歳になるかって言ったら、生まれてないだから10歳にならないんですよね。で、20歳前後の人が街に出てくるかって言ったら、今10歳の人がいないんで、もういないですよね。もうだから、空洞都市みたいな感じじゃないですか。まあ、YouTube 見ていてもね、いろんな地方の、廃墟とか、廃村とか、廃屋っていうのを、ずっと担保してる人がいますけども、そういう人たちにとったらね、ネタが増えていいなって、羨ましいなって感じですけども、この日本が衰退していく。大体ね、毎年毎年40万人から70万人ぐらいの人口が減ってるんですよ。すごいでしょ、これ。40万人、70万人。10人で、いや、10年で400万人ですから、四国が390万人ぐらいの人口が現時点でいるんですよ。だから、10年で四国1個の人口が全部消えたみたいなね。これはね、昔、広島、長崎に、大型の爆弾が落ちましたけども、あの時以上のインパクトですよ。ね、大東亜戦争の時でも、確か4年ぐらい大東亜戦争あったと思いますけども、年間でね、30万人から40万人の兵隊とか市民が亡くなってるんですよ。で、そのぐらい戦争で毎年毎年死んでしまう人数以上の人口が今ね、日本から失われてるというね、まあ、その一端をこの資源回収の実績金額から見たかなっていうところでございました。皆さん、どういうふうにお感じでしょうか？怖くないですか？これは。ディープステート迫る陰謀ですよ、もう。本当に。怖い怖い。ねえ。以上です。